孫さんは兵庫県の淡路島中部にある標高448メートルの山。洲本市場内前に位置する千山山地の最高峰。愛称は淡路富士。三名は国海神話でイザナギイザナミの二人の神が淡路島を作った時に最初にできた山がこの先山であるとされることから、両家編成体の河口岩でできていて、西側は かんやなつな丘陵が続き、東側には南北に通る孫山断層を挟んで、大阪総軍の丘陵が広がっている。山頂の展望台からは、大阪湾はもとより、四国まで望むことができ、ス本八景の一つに数えられ、また本山と譲る破山、柏原山で、淡路山山とも呼ばれる。1804年、谷文庁が出版した名山図譜は、 全国の著名な八十八の山を水墨画で描いたものだが、この中に大阪湾を隔てて望んだ先山が富士山のような姿で描かれている。山頂には淡路島第一の名刹で高野山真言宗の別格元山孫山仙光寺が立つ。本尊は千樹観音。縁起によると大いに決心した観音菩薩に導かれたカリウの中田が回帰したと、 され、境内には狛犬ではなく、紳士として、猪獅子が置かれている。盆昇は、公安六年の名があり国の重要文化財である。本堂の輪口は、天文十五年のもの。三重塔は、高田や貨幣により文化年間に集築されたという。また、仁王像は、運慶の作であると言われる。古くから信仰を集めており、今も大晦日の夜の、除夜参りから、 正月の初詣にかけてにぎわう。大正7年から昭和13年にかけて、当時の住職である和田正界によって、改修、中行された。死者の57日期に団子、またはおにぎりを山城から谷に向かって投げる供養行事、団子転ばしとも。これは、死者の行く手に待ち構える鬼をそれらの供物で流行らせ、死後の旅路を手助けしようとするもので、 瀬垣法要とも言われる57日期にこの先山を、はじめ、明見山や地蔵山、海花神山、あたご山などで行われている。仙光寺のすぐ下方、標高400メートルほどに高さ8メートルの岩があり、岩と神社が祀られている。日本神話で天の岩とに姿を隠した、アマテラス大臣を祀る。頂上の仙光寺まで北側から車道が通じ、駐車場がある。 また南東側には、麓からの参道がある。ありがとうございます。